ヘルプを見つける方法が3つあります。ネットスイートが提供している2つの方法と、私たちが提供する1つの方法があります。ネットスイートが提供するツールを見てみましょう。1つ目はエンプロイーセンターのヘルプです。これはダッシュボードの上部に表示されています。新しいウィンドウが表示されます。ここからダッシュボード、ポートレット、経費報告、エンプロイーセンターの基本を理解するために複数の方法にアクセスできます。ここでは iPhone や Android 用のネットスイートの使い方なども表示されます。これらのページのいずれかでも回答が見つからない場合は、ホームボタンをクリックしてネットスイートのヘルプセンターのホームに移動します。新しいウィンドウが開かれるので、ネットスイートのエンプロイーセンターに戻りたいときは、ブラウザの上部からネットスイートタブにアクセスしてください。ここではすべての FAQ、 よくある問い合わせを見ることができますが、第2の候補としてスイートアンサーズ&アディショナルリソーシズをおすすめしたいと思います。スイートアンサーズはネットスイートのセルフサービスのサポートサイトで、サポート記事やトレーニングビデオを見ることができます。スイートアンサーズをクリックしてみましょう。スイートアンサーズを新しいブラウザータブで開きます。ここではアナウンスメントとシステムへのアップデートが行われます。このページからはネットスイートに問い合わせしないでください。ヘルプが必要な場合は help.cru.org にアクセスしてください。何か特定の質問がある場合は、トップにある検索バーに入力します。右下の追加情報のスイートアンサーズトレーニングビデオも見てください。トレーニングビデオをクリックします。スイートアンサーズトレーニングビデオを見ると、左側にトピックごとに複数の動画のリストがあります。 Getting Started には13の動画を選択できます。これらはネットスイートが提供するヘルプの方法です。私たちは独自のヘルプサイトをセットアップしました。あなたのネットスイートのホームページからアクセスして、私たちのグローバルヘルプシステムにリンクすることができます。ブラウザの上部にあるネットスイートのホームページのタブに戻りましょう。ホームアイコンの右側にヘルプドロップダウンメニューが表示されます。スタッフヘルプにスクロールしてクリックします。ここにすべてのスタートガイド動画があります。各トピックの下には必要な情報を得るための複数の記事、動画、ツールなどがあります。探している答えが見つけられない場合は help.cru.org に行ってください。そこではヘルプ担当者に直接問い合わせることができます。